あ、じゃあ今一回落ちた。戻ったでしょ。早いね、みんな。この、スーカムラをあれしてください。固定ツイートね。はい。何のあれも生まれんよ。いえ、もうこれ大事。スーカムラ。俺、人にあだ名つけて、それを定着させるのうまいんですよ。コメント入ってこないよ。いや、コメントいいです。みんなの頭に刻み込まれて大丈夫です。ああ。だから、少しでも、いつものバドミントンのカムさんっぽくなったら言われるんですよ。うわ、今日スーカムラだめちゃおもろい、これ。固定ツイートしてください、これも。これ俺がさ、コメント書かなきゃいけないの？え、これ普通になんか、固定できるくないですか？うん。スクショタイムでピースしてくださいって来てる。じゃあみんなのとかっこいいピース的なやつか。一人ずつがいいのかな。この画面でいいのかな。全員じゃないですか。なんか、あ、オカムって来たよ。オカム来た？オカムいる？あ、いいんじゃん、オカム。どこに？あ、いるわ。ひろき1206。2206。ちょっと待って。じゃあ、これに、こうやって。スーカムラみんなでもオカム入ってくる。いや今俺オカム参加のあれ送ったんだけどな。このハワイ村くんも俺がつけたらダメだからオカムあ、俺がコメントを書かなきゃいけないのか。あ、そうです。なんかこれ、そう、あの、これは、なんだこれ、何の回なんだろうね。まあ、あの、ザ・オフです。ザ・オフ。そう、ザ・オフで、まあ、ファンの方が楽しんでもらえればって、選手がみんな考えてくれました。オフ会ね、オフ会。もう、なんかこういうのが一番楽しいです。そう、オフ会固定してた、まず。あれ、あ、なるほどね。乃木坂学校に。そうだ、あいつ乃木坂ハマってたんだ。だから入ってこねえのか。そうだ、あいつ今ライブ見てるっすか。ライブってかな。乃木坂いないもんな、この中には。すごいですね、このふんわりした感じが。ね、でもなんか本当になんかさ、質問ね、これなんか勝手に今裏ではさ、釣りの話始まってるから、コメントで。はい、誰かさんがやってますね、また。すごいね、今日出してくるよね、料理男子も釣り男子も。マヒロ本当だ。マヒロ見てる。本当だ、マヒロ見てるやん。とりあえず分かる子に、じゃあ俺が入ってきてくれるかな。みんな今見て、カムさんとか見といて、今みんなすんごい奥だから。自然だよ今今の顔自然だよ今。すんごいもう普通です。撮ってもいいけどみんなあれだよ、ツイッターとか出しちゃダメだからね。みんな崩れちゃうからカムさんの位置が。そう。え、池上さん入ってきてない？あれ嘘。あ、うん、池上さんにじゃあ来てもらう？池上さん来てもらう。すげー。取材ちょっとインタビュー目の前でインタビュー受けてみようか。スーカムラ来たね。いいね、スーカムラ。おい、こみんなやす、そう、このいいね。でも、池上さん別に顔出さなくていいもんね。なんかもうこれからスーカムラ定着させねえじゃん。え、そっち裏の顔、そっち固定ツイートの方がいい？そう、スーカムラにしましょう。じゃあ、ちょっと待って、ね、誰の固定ツイートしようか。じゃあ、俺今しましょうか。これこって、まあ、そうやね。コメントしますじゃあ。いいよ。でも俺の巣って何なんだろう。いや今だって、今もう人の話を幸せに。あ、ダメだ、池上さんごめんなさい。却下されちゃった。すいません、突然で。ハワイ村くんは岡村くんです。あれ、なんで
さん、俺の数カムラ拾ってください。お願いします。今拾った拾った。あれ？よっしゃよっしゃよっしゃ。よっしゃ。採用。よっしゃよっしゃ。よっしゃ。あ、池が、あの、仕事中だって。ごめんなさい。じゃあ、あの。仕事中だったらこんな動画見れないですよ。こんな、どうでもいい。確かに。確かにな。確かに。わかんないよ。来月号これ載ってるかもよ、この絵面が。あ、いきなり仕事にしたかもしれない。そうだね。今が仕事にしてる可能性がある、これを。写真撮って。載せる話題ないでしょ。え、いやいや。何も載せてる、あれもなくないですか。いや、ほら、笑顔を届けてますって。どうしても。さん、こっち、こっちをあの採用してください。今の方。ちょっと。こっちを採用してほしいです。どれ？こっちは目立ちます。こっちは目立ちます。採用。あ、ナイスナイスナイス。ナイス。福間さん見てるってよ。ずーっと見てくれてんな。俺も、あ、なんかもうすぐカメラじゃなくさそうとしてるわ。じゃあねえ、マジ、やること汚いっす、それは。やってない。もうずるいな。もう出さないと。なんでさっきまでの表情。でもそうだね、今日子供の日だよ、子供の日。今日子供の日か。まあ俺もでも、こう言うて子供だからな。確かに。俺の日でもあるってことだな。お姉さん、入らんのですか。うん、かんちゃんは来ないですか。いや、ズームのパスワード教えてあげたらいいじゃん。でも、かんちゃんどうせ、俺は見るのが専門やって言うと終わるだけです。それね、あの、それ、ゆうすけくんも言ってた。ああ俺が見るのが、やっぱみんな見る方が面白い。まあ、そうだよな。俺喋る方が面白いけど。あ、みんな出てるよ、みんな出てるよ、スーカムラ出てるよ、見て。みんな出てるよ。スーカムラ出てるもんね、スーカムラはね。多分集中しようと思ってても多分出ちゃってる。うん。皆さん、試合中。みんな喋ってる人いるからいいじゃん。皆さん、試合中何飲んでますかって。何？何飲んでますか、試合中って。ポーカリ。はい。誰かが。練習中に麦茶とお茶、どっちがダメなんでしたっけ？いや、お茶がダメでしょ。あ、お茶か。お茶がダメなの。はい、あ、そういうことか。脱水だよ、脱水。すげえ詳しいな。スクショタイム、スクショタイム、みんなスクショタイム、みんな見てくれ。俺カムさんが見れないからもうなんか全然わかんないんだけど。もうカムさん見た方がいいよ。もうカメラさん固定でいいんじゃね。カムさん面白い。俺固定とかできるんすか。できるできる一人を。勝負。一人を固定する必要ないですよ。むしろこの6個の大画面をカムさんが進んでたらカムさんの画面だけにしましょう。で俺がコメントでスクショタイムだって送るけどカムさん聞いてない。スーダーゾーンしてる。持たない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 。小顔ポーズ可愛い着てますよ。これ小顔なんですか。どれ小顔ポーズ。あすごい。ひどすぎる顔が。みんな幸せだよな、こんな子供の日にさ。いや、ただ俺ら楽しんでるだけですけど、ね、そうだな。でもそれでいてさ、見てくれる人が楽しんでくれてるんだから幸せじゃん。それだけでもみんな楽しんでる。うん、でも、まあ、楽しくなかったら見なくていいよって話じゃない。多分楽しんでくれてると思います。だって人が減ってないんだもん。ずーっとでも固定客ですよ。70人ぐらいが。最高。多分、もう、一緒の人が回ってもずっと見てくれた。コウキ、コウキ。あ、走りやってんな、お前。いや、コウキさん相変わらず騒がしいですねって大丈夫してる。マヒレン。あ、マヒレやってんな。カリコンヒレやってんな、お前な。あ、やばいやばいやばい。塩田さん始まったっていう情報が入ってきました。はい。塩田さんも。いやおーい。すごいな。いや、だって、別にさ、このズームだけやっとけばさ。あ、そうそうそう、全然。このインスタ見る必要ないですよ、コメント。そう、全然。そうだね、カムさんは別にそっち見てもらって、俺らでコメント拾うんで。あ、そう。あで、ちょいちょい聞くから。
でも、カムさん、マイクのことが起きてるかもしれないんで、見てみた方がいいかもしれません。事件が起きるかもしれませんので。荒らしてる？もう本当、カムさん見なかったら本当にやばいっす。いや、でもね、なんか、すごいね、あれだよ、ほっこりしたインスタグラム、インスタライブになってる、今。どっち？もう目がもう、なんかもう、もうなんか、ドロンってなってるっすもん、もう。うん。すんごい幸せそうっす、カムさん。でもそうですね。人生、バドミントンしてるとき幸せじゃないですか。こういう動画が一番幸せなんです。結果。そりゃそうでしょ。そりゃもう、そうだよ。やっぱ、だってみんなでこうやって喋れてるときが一番楽しいでしょ。ああ、もう。そうだよね。今本人になっとるよ。今本人になっとるよ。ちょっとだけね。いやいやいや、普通だもんね。一回喋んないめよ。一回黙って数出さそう。まあそうだよね、いつもずっと喋ってんだもんな、カムラが。そう、カムさんずっと喋るタイプだから。おい、後期に言われたら終わりだろ、それ。おおで、バドミントンの練習中は結構喋ってたね、カムさんが。なんかもう気合いで喋ってるっていうか、なんかこう声出さないとなんか乗り切れないみたいな。ああ、そうだね。いや、やっぱもうバドミントンの練習終わった瞬間って、俺瞬間帰ってるもんね。あ、もう瞬間もうさーって帰ってて、で、お風呂で会って、喋って。そうだね。で、大体そのパターンだよね。はい、もうそれで気持ちよくやって寝る。怖い。だってなんかみんなさ、なんか結構誰かと来る人多いじゃん。あ、わかる。俺結構一人で黄昏てるよね。カムさんなんか行ったら、え、一人でいいんだけど、みたいな。うん。で、なんかそれで喋るみたいな。そうそう。で、温泉行かない人の方が多い。そうだね。部屋で入る人も多いよね。おいおい、部屋で入る人マジ多いです。でも部屋で入るとなんか狭くてめんどくさいんだよね。いや、でも部屋で入った方が動画とか見ながら入れるから。ああ、それはね。それがあってみんな多分絶対そうだ。皆さん、どうしても聞いてほしい質問は、ハテナのところに送っていただいていいですか？いや、ちょいちょいなんかみんな質問くれるんだけど、これ、まあ、井上選手がせっせかせっせか、答えてくれてるんです。あ、井上拓人な、うん、やってんな。やってんな。あの、固定に井上拓人やってんなっていう、そういう固定してください。固定ってどこでもできんの？いや、1個しかできない。1個しかできないからダメだ。すぐカムラ消せないわ。いや、消そう？もう飽きてる。じゃあ1回。飽きてるとかじゃない。カムさん、飽きるんじゃないです。定着させるんですか？これもう見てる人、もうずっと見てるから。そのとか結構邪魔じゃない？起きた起きた起きた。覚えてきた覚えてきた。ほら、もう今日今回タキト君あざといでいいんじゃない？ああ、いいっすね。はい。皆さん質問です。はい。はい。皆さん、体は柔らかいですか？めちゃくちゃ硬い、私。俺柔らかい方かもしれん。カモさん柔らかいですか、体。カモさん、柔らかい気がする。俺柔らかいよね。酒井さん、すごい硬い。そんな硬い。いや、走るも硬い。だから、怪我する人ね、はい、大体ね、硬い体。まあね、俺まだ、俺でも、怪我そんなないんですよ、硬いけど。それまだ若いっしょ。そうだね。それか。高い和馬さん、よくやっとったやろ。そうやろ。だって、15周肉離れしたっていう伝説の。何でも超えられない。マジで伝説になると思うよ。いや、誰も超えれないと思う、それは。絶対できないっすよ、15、15でさ。いや、もう、いくら、もう、どう頑張ってもなれない。あのスタートで、パリスで走ったら、ストレッチで怪我してるようなもんでしょ。そんな感じ。伸ばして、体伸ばしてたし、それは。じゃあ、次行くよ。はい。ほい。皆さんの好きな選手はどなたですか？好きな選手？うん。まあ、スーカムラ。まあ、スーカムラですかね。俺もカムラたけしかな。え？みんな、スーカムラ。俺、シムラ。俺、オンカムラがいいな。え？オンカムラがいい。オンカムラ？あ、そっちか。こっちは。俺も全然俺スーカムラーが一番やっぱ。これ、あの、居心地がいい。これ面白い。母校ならではの思い出を聞かせてください。みんな、母校ならではの思い出を聞かせてください。母校。あ、母校。
それは中学時ですか、高校時ですか、どっちでもいいの。まあ高校にしようか。もういいですか。高校、うん、高校か。中学校の時の思い出の方がすごかったな、俺。暴れん坊だったな。毎回喧嘩してた。名倉大先生。高高校だって、高校。高校でありますかって。俺よ、片道40分かけてチャリンコで通ってたから。それが思い出かな。チャリっすか？チャリ。チャリで40分で結構遠くない？めちゃめちゃ遠いでしょ、チャリ。うん、帰りは練習終わるの何ですか？練習終わるの7時過ぎで。そっか、チャリ。そっか、チャリが9時前から帰ってくるの。マジで。赤江はまあ、パクちゃんなんかある。いい思い出はあんまりないんだけど、坂江。いや、なんかさ、高3ぐらいの時に、まあ、結構もう、B 代表入ってて、久々に学校に行ったの。ああ。で、3限か4限ぐらいに、クラスメートの人に、え、今日学校来てたのって言われたのが、衝撃的エピソード、自分の中では。いや、俺はもうそんなんもなく、高3の時は省かれてましたね。いじめ、いじめ。いじめを受けてましたね、完全に。省かれて。高3の出だしの1ヶ月行けなくて、クラスどっか分かんなくて、最初1ヶ月。で、1ヶ月後行ったら、なんかもうみんな大体1ヶ月したら仲いいじゃん。なんか、何やねんだ、ああ、みたいな。でも俺だけ馴染めず、一人で、俺渡辺の輪だから席一番後ろなんだ。もう一人でポツンってして、もうなんか、で大笑いして、毎日を過ごした。珍しく渡辺幸喜は友達いなかった。結構珍しい。これ結構珍しい。カメラさん、さっきから何食ってんの？え？何食った？あれ？スー出てない？え、出てた。スー出てない？いや、なんか違う。なんかね、グミ食べてた？もぐもぐタイムかな？飴？何食べてんの？あ、それめっちゃいいっすよね。低カロリーとこみたいなやつでしょ。ストレスに戦ってるやつじゃないの？もうストレスと戦ってる。やっぱ俺、目がさ、眠そうなんかな、今。ドローンってなってる。え、てか、カムさんってコンタクトつけてる。あ、目悪いよ。だから怖い。ちょ、メガネかけてみてください。よく見える？目が見えないから、すかわからん。これでいいやろ。うん。あ、それずるい。それ、撮ったら寝てるみたいな作戦でしょ。こうやってやって。あとなんだろうな。いいな、俺もグラサンの世界入ってる。俺もあるかな、ちょっと探そう。みんなあるやろ。車だ。何の車乗ってんの？え？何の車乗ってんの？インプレッサ。わかんねえ。これからオンカムとスーカムでちょっと流行らせますか？やばいやろ。いや、流行りますよ。なんカムさんのスーやばいもん。じゃあ行こうか。来たよ、質問。いや、俺とかだったら常にオンだから、あれですけど。ダメだ。質問来たよ。チャームポイントはありますかって。チャームポイントは俺これどこ、ここら辺、あれこっちかな、なんか俺、あれこれ、いや俺もここに送るあんすよ。そう、ここら辺に送るあんすよ。波の僕の逆でしょ、カムラは多分。右左、そっちじゃない方。あ、これだ、うん、みんなそれあれだね、もう。いや、俺ほくろ取りたいとこあんすよ、これ。なんでここのほくろ取りたいんですよ。俺顔にほくろ10個ぐらいあるんだよ。めっちゃ取りたい。より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 。でもこれはなんかな、あんまり皆さんの仲いい選手を教えてください。俺はスーカムです。一番仲いいの俺スーカムです。俺はオンカム、オンカム、オンカムと仲いいの。走り、いいな。俺ほぼスーカムしか見れないからさ、あの
柱じゃん、トナミで練習一緒だから、あれじゃん。俺、代表でしかやれないからさ、スーカムしか見れんない。代表俺スーカムだったらダメじゃね。いや、だから、代表、練習中、オンカムの時、練習中オンカムじゃないですか。ああ、でもシングルダブルで違うから。そう、だから、結局俺練習終わりのスーカムしか見れないんですよ。ああ、そういうことね。俺、だから、スーカム、オンカム見れたらオンカムの方が好きかもしれない。ああ、結構、だから、本見してないね、まだ。あ、そう、見せてない。やっぱなんか距離感じるっすね。まあ、なんか。言われてんかなって。ちょっとショックっす。え？ちょっとショック。いや、嫌ってたら今一緒にこうやってテレビ電話しとらんや。今の流れはオードリーですか？今の。今の流れはオードリーでしょ。この人は？そう、この人には絶対かなわないと思った人は誰ですか？いや、これは俺はもう完全に通感かな。おい。ちょっと一回ぐらいで真面目に答えてあげようよ、本当に。そうそうですね、そうですね。真面目に答えましょう。通感のオンリーだからダメだ、もう読む。まあ、かなわないな。まあ、すごいなと思った選手にしようか、じゃあ。すごいな。早川さんかな、俺。種目違くね、お前。何ネタにしてもすごかったから、いや、資格とかやって。ああ。まあ、交えて。なんか、うわ、なんか、こんなに体でけえのに、球の、なんか、全然なんか、いい、なんでだ、いい体勢で打たせてくれないっていうか。なんか、桃先輩とかだから。この値段もさ、ちょいちょいディスってるよ。コーチまでディスり始めたもんね。その体型的な問題はすごいなっていう。でかい体してるのに。いや、すごいと思うっすよ。まあ、カウさんとかはやっぱ軽やかそうに動けそうだから、やっぱ。そうか。うん、やっぱり。だから俺は、すごいっていう、カウさんとかなんかもう、うわ、もう当たり前、強い。そりゃそうだってなる。そのカムはそうだと思う。俺なんか太ってる人に対してのその、抵抗があるっす、やっぱ。うわ、すげえと思っちゃう。なんか動きたくなくなるじゃないですか、普通。うんうんうん。でもそこでなんか、動こうっていうかなんかもう、いっぱい考えてんだろうなっていう。やべえ、言ってんな、これ。これ叩かれんな、これ。やべえな、アンチ上だ。アンチ代表だな、これ。何聞いて、試合前聴いてる歌は？アラジンの、あれ。ん？あれよ。こう、なんで、アラジンの、あれっす、ジニーが出てくる、出てきて、ジニーが歌う歌。ホール、なんでしたっけ、あれ。それがいいんですよ。名前忘れた。それ結構ノリノリで結構最近聞くんだよ。まあでも確かに、選手が何、イヤホンして何聞いてるかは絶対わかんないもんね。いや、わかんないです、多分。いや、バラード系聞く人もいれば、ノリノリ系聞く人もいるし、試合前。最近聞かないな。ホールニューワールドって言ってるよ。あ、じゃあ、ホールニューワールド、それはアラジン、あれなんですか、二人で、なんか、絨毯みたいなんで、ビヨーンって飛んでるとき。それじゃなくて、ジーニーの歌。フレンドライクミー。フレンドライクミーだ。それだ。田村さん見て。これはあれですよ。鋼の錬金術しかなくなった気がします。おー。おい、誰だこのアンチかこれ。この、走るさんってやつアンチか。アンチ。これアンチだな、完全。クローデン。みんな、スーカム出てんぞ、スーカム。今、ほら、ちょっと、真剣だから。そうそうそう。そうそうそうで終わらせないでください、話。
何聞いてんの？そう、何聞いてんの？試合前。音楽？うん。音楽さ、俺さ、大体さ、iTunes でさ、Today's ヒット曲みたいなのあるじゃん。うん。ああ。なんかラジオのやつ。うん、その時の、ああ、そういうこと。そうそう。俺それ結構聞いてる。毎回なんか困る。なんかこれ聞こうってやつないからさ。Today's J-POP って毎回聞いてるね。だから定まってないんですね。聞く。定まってない、定まってない。車とかは？車乗るときとかは？車で乗るときはラジオっす。へぇー。意外。意外すぎる。最近ラジオだね。ああ、分かった。そういうことね。スーカムのときラジオ聞いて、オンカムのときはテロ音楽聞いて。そう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 。やっぱりそっか。そうだと思った。え、セク、ラジオ聞いたことある？あるある。結構面白いよね。全然ない。面白い？飽きないんだよね。飽きないっす。だって音楽も結構流れるんよ。そう。で、しかもなんかの、喋ってくるしね。なんかこう。そう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 、それに対して食べてるし、だからなんか自分がさ知らないような曲がパッて流れるじゃん。うんうんうん、うん、そう、昔聴いてた曲とか。ああ、なんかそういうのが好きなんよ俺。なるほどね。いいね、カプちゃん。ヒゲダン、最近ヒゲダン来てる。ヒゲ男。じゃあ何、あとは、あと2人、じゃあどっちから先聞く？走る。何聞いてんの？走るとか音楽聞くん。俺はもう一曲限定よ。わかった。何？君が代でしょ。違う。いつもは部屋一緒で君が代聞いてるよ、夜中。え、確かに。夜中き、また聞こえない。なんて、今聞いた。君が代を夜中聞いてたじゃん、毎回。部屋一緒の時。聞いた。そうだっけ。え、で、走るの何聞くの？何聞くの？自分はあれですね、湘南の風のピックアップ。どんな曲？歌ってみて。どんな曲それ？歌ってみて、ちょっと待って。いけるの？早く歌ってください。音楽流さなくていいで歌ってください。歌って。ちょっと動き静かして。あれ、走る自信ないの歌に。あれ。いじってくんな。早く歌って走る。うるさい。え、ビッグ何？ビッグアップ。ビッグアップ。なるほどね。うわぁ、真昼のやつ懐かしい。サビ。あ、ハーバーナイス、あ、聞いたことある。聞いたことある。あ、それ聞いたことあるよ。これめっちゃ好きだね。そうしか聞かない。試合前はほぼこれかな。マジかよ。サビこれ。聞いたことあるよ。これ知ってるわ、それ多分。サビは知ってる。じゃあ、酒井選手聞く？サイさんは何？俺、でも試合できたら俺音楽聞かないんだよね。聞かないんだけど。日常で聞いてんの？わー、最近あれか、洋楽か。うわー、そっち行ったか。じゃあ、ね、俺らが耳に残ってるやつあるよね、なんか一個ね。最近聞いてるやつ？インドリーグでずっと流れてたやつ。インドリーグで？会場でも流れてたじゃん。何流れてたの？なんか洋楽。じゃあ、酒井の風呂入るとき音楽流すじゃん。定着してるこの人数面白いな、結構。すごいよね。本当に好きなんじゃない、バドミントンが。か、この中にいる人たちが。マジ定着してる。好きなんだと思うよ。大事にしよう、この68人。はい、めっちゃ、こういう人大事。え、これダンスモンキーわかる？ダンスモンキーわかるって。あ、ダンスモンキー？ストリートリーグの時流したの。ダンスモンキーわかる？え、パッ、今から。ダンスモンキー？女だったっすか？え、ダンスモンキー？うん、洋楽の。聞いたらわかるかもな。わかん、でもわかんねえな。あ、ハート押してくださいって言うから、ハートすごくなってんぞ。え？
それこ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 れ。え、これ試合前流れる曲だ。そう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 。流れるっけ？うん。ウィンドリーグの時流れてますよね。うん、ずーっと流れてたよね。うん。酒井くん、ハート食べてって言われてるよ。ハート食べてって。酒井さんの位置なんですよ、ハートが。ハートを吸収してください、口で。どっち？え？こっちかな？こっちか。そう、こっち、こっち、こっちの、逆逆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 逆こうなってる。こうやって。こう。こっちか。そうそうそう。あー、もうちょっと、もうちょっと来て。あれ？ハートが来ない。ハート来て来て来て。これ遅れててるからさ、どっちに来てるか分かんないんだよね。こう、あ、そこ。あ、惜しい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 。逆っす、もうちょっとこっち。あの、こっちか。もうちょっと、掃除機歩こう、掃除機歩こう、掃除機歩こう。よ、掃除機って分かったね。そりゃ分かりました。あの、バリバリ分かるもん。はい、口開いて。あ、もっと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 。何してん、何してん、何してん。全然食べるじゃないっすよ。食べる。ダメ？ちょっと絵面がシュール。はい、もうちょっと。ちょっと絵ず、あの、取れたくなかったっす、今。うん。そうね、みんな髪切り行きたいよね。みんな地元で切ってんの？俺、地元ま、俺小5から切るとこ変わってないって今まで。へぇ。小5からずっと。すごいすごい。うん。みんなだんだんあの何？あの、質問ある？ない？美容師ですって来てるよ。あ、よろしくお願いします。どこのですか？ここ書いてあげてくれればいいんで、お願いします。これ言ったら、沖先輩にこうバリカンでしまったんだ。結構綺麗に。気に入ってるユニフォーム何ですか？なんだろうね。石川県あれ石川県これ行けちゃうね。じゃあ、酒井、川村、下野で行こうか。確かにな。石川県。来ないやろ。バリカンします。髪伸ばすの、また。ん？髪伸ばすの、髪伸ばす。伸ばすものないけど、俺、髪伸ばそうと思ってるんですよ。マジで？ここで、ちゃんと。横横って、酒井。え？髪、かぶせたいんですよ、髪を。ちゃんと。ああ。横横。それをしたいんですよ。で、何内訳でするの真ん中分け真ん中分けしたいんですよ、マジで。あれ、できたらかっこいいっすよ、ね。これがちょっと伸びた感じってことでしょ。あ、そう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 。そんな感じってことでしょ。そう、それをしたいっすよ。もう俺、ユッティじゃん。ユッティ、スーカム、名前変えます。ユッティ、スーカム、名前変えます。尊敬する人。石川のどの辺ですか？行こうとしてんじゃん。すごいな。いや、すごいね。中野都庁の田舎です。中野都庁はちょっと遠いな。ダメ。だから上の方か。上の方。すごいね。それで二人、その会話で分かるんだ、そっちの北陸の人。なんでカムさん知ってんの？いや、だって、トトって有名じゃん。うん、喉って。え、そうなんすか。ただみんなが知らんだけど、地名を。あ、バカなだけっすか、俺ですよ。そこまで言ってないじゃん。いや、そういうこと。いや、もう完全にそういうことでしょ、今の。みんなが知らないだけでバカ、バカってことです。まあ、本当問題、勉強的な感じのやつは無理だから。
あだ名ってあり、あだ名ってありますかって聞かれてるよ。あだ名とか聞かないのもできたから。スーカムだけ。スーカムさん。好きな女性の仕草は？ああ。ああ、好きな女性の仕草は、この、髪をかき上げると。え、共感、共感ゼロ。わかる。え、わかるっしょ。わかる。え、この髪長い人とかでも、まあ、短くていいんですけど。いや、短くて、短くてがいい。俺、ロングとショートだね、ショート派だから。俺も。ここ書いて、こう、ロング。好き。わかるわー、結ぶときじゃないの髪。いや、逆ってよ。バドミントンのしてるときのギャップとかも結構好きっす。ロングだった。他はみんなないっすか？いや、俺ね、あれ。子供と遊んでる姿を見るとすげえドキッてするの。おい、人妻人妻やろ、それ。誰もが通るよ、そこは。誰もが議論するよ。今のおかしくない？でもさ、結婚してない人もさ、子供と遊ぶよね。遊ぶな。でも大体子供と遊んでるの人妻って。だってほら、選手とかがさ、誰かから子供連れた時に遊ぶ姿とかあるじゃん。あ、それでもドキドキするんですか？え、そう、うわ、なんか好き。俺子供好きだからさ。あ、じゃあそっちって言ったら、女の人の仕草じゃないんだよ。子供が好きだよ。でも遊んでる仕草じゃん。仕草が好き。ありがとうございました。子供と遊んでる感じが。戯れてる感じが。そう。あ、それだったらわかるかもな、確かに。え、なんかよくない？俺も子供好きっす。だからさ、子供苦手っていう人はさ、あら、なんかちょっと違うなってなる。なるっす。絶対なる。子供苦手な人はなるっすね。だからほら、子供とさ、なんかすげえ楽しそうに遊んでる姿さ。あ、めっちゃ笑顔で笑いながら。そう。俺それみたい。共感。共感した？お、なんか職業縛り来たよ。保育士でもって来てるよ。いや、全然、なんか俺子供好き。保育士だ、子供と遊んでる職業ってことでしょ。まあ子供を見てる職業ってことでしょ。あきちゃんの T シャツっていつもらったん、それ。これ？うん。3月。あ、そんなあった？ユンス頭ぐらいじゃん、これ。見して。どうした？あ、それ海外用。そう。行かなかったやつか。結構ユニスが黒取り入れんの、結果黒っていうか、あ、黒は普通か。俺一回でいいからトナミのユニフォーム着てみたいんですよ。無理じゃねえとや、着てみたいってだけだよ。着れると思ってないよ。俺でもユニスのさがさ、黄色着たらさ、ちょっと気持ち悪いんかな、やっぱ最初。違和感あんのかな。あるよね、絶対ね。あったじゃないですか。俺入社した時の実業団からピンクと黄色だった時、トナミが。あれマジすげえと思った、あの色。え、でも俺結構あれだよ。いや、カムさんピンクえ、カムさんがユニストっぽい。おー、絶対ないっすよ。ほんと、カムさんユニストっぽいはないっす。え、カムユニストってもおかしくないと思う感じだけどな。そうやろ。うん、ユニストっぽい感じはする。え、昔そんな感じで言われてたけど。カムさんユニストだって今はさ、もうコナミっていうキャラが定着しまくってんやん。てか言うてカムさんどこでもいけそうっすね。まあ、N でも。いける ?N じゃん、ね、なんか雰囲気。いや、なんか、まあでもコナミ定着しすぎてなんかあんま考えれない。逆にどのチームが着たいの？俺コナミの黄色着たい。もう全身黄色。あの、シューズも黄色で。ああ、わかる。もうそれはわかる。シューズ黄色とか結構履いてみたいっすよ。なんか、後期似合いそうだけどね。派手な色。俺は派手な色がいいっす。無理じゃねえんだよ。だからおめえよ。誰も気を言うてないやん。なんか子供の日で、ちょっと答えれそうな質問来たよ。はい。フットワークがなかなか速くなりません。アドバイスお願いします。これさっきの桃田のとこでも来てたな、こういう感じの。講義頼む。飛べるよ。なんすか今。フットワークがなかなか速くなりません。アドバイスお願いします。
ふわくは、ふわく早くならない。すごい難しい。その人はダブルスですか？シングルスですか？まあ、でも中にやってもまた全然違うと思う。めっちゃ難しいっす。じゃあそれはまたじゃあ。フットワークの速さだったら、フットワークっていうかスイングの速さだったら確実にスーカムさんでしょ。え？スーカムさんのラケットの振りエグいじゃないですか、結構。あれ、どこで鍛えたんですか？俺もうとりあえずひたすらなんかもうプッシュとプッシュレシーブしかしてなかったからね。あの、岡村が、一回 A の練習混じって、やったときに、あの、ノーロブやったとき、岡村衝撃受けてたでしょ、最初のとき。そう。あの、自分がフルで打ったドライブが、フルカウンターされてきたって言った自分で。倍で帰ってきたらしいです、早い。倍の速さ。低空だったらもうあれ絶対無理って言った。もう、あの、ノーロブとかやばいってめっちゃ言ったっす。俺だから一回受けてみたやつ、カムさんのノーログ。え？ノーログめっちゃ受けてみた。どんぐらい速いのか。試合でやったじゃん。トップ4で。ああ、言わんで。もう、あれじゃない？ほとんどが怪我人だった時でしょ。いや、そうそうそう。全員が全員怪我人で、試合出れる人が誰もいなかったじゃん。マジ、本当に俺嫌だったもん。マジで嫌だった。だってあの時、もう、俺ももう、なんか怪我してたし、ユーゴとか肩も肩打ったらなんかもう肩上がらんぐらいまで。いや俺最初試合前肩痛いって言ったから、もうおっしゃーと思ってたのに普通にスマッシュって全然取れなかった。早すぎて。めちゃくちゃ早いよね。球見えねえ。なんかヒレえぐいっすマジ。あのゴリラみたいな人いるじゃん。何？ゴリラみたいな人いるよ。あれ？なんかタクトそういうとこあるよね。無言で何かやってるって。いや、誰も聞こえないと何か。結構、じゃあそれは今で見たいって書いてあったんで。カムさん結構ツボっす、今の。え？タクト無言でやることある。だって俺、このタクトとさ、同郷だからさ、もうタクトのこともう分かってるよ。あ、そうだよな。お。質問が。めちゃくちゃ面白かった、今の。確かにタクちゃんなんか気づかんのうちになんかしてるっすよ。でもコメントとかで気づくっていう。でも多分走りが突っ込まんかったらずっとそのままだったと思うよ。全然気づかなかったんだけど。俺も。ずっと気づかなかった。でもちゃんとね、ずっとコメント答えてくれてるからね。今66人はね、タクちゃんにすごい興味津々だよ。やっぱタクとかファンサービスすごいとかさ。やっぱちょっと裏でやってるもん。いや、タクちゃんやってる。数出せてない。なんかもう、単純作ってるの。作ってない。いや、昔タクさんにボコボコにされたなっていうか、もう。そういう話してたよ。もう昔。ああ、思い出したけど、もう怖いよ。もう妨害してやろう。いや、怖いよ。ファンを大事にするのに身内はボコボコ。来い、あれろあれろ。ガクソーファンサービス。ちくしょう。今のもファンサービスでしょ。田中さんの。え？え？あれじゃないですか。もうそろそろ終わるんじゃないですか。そう、あると思う。これな、もうそろそろ最後ちょっと真面目な答え。そうだね。これな、あのさ、あれはない、なんか時間出てこないのかな。最後出てくると2分ぐらいだ。あ、本当に。いや、遅いからもう今行っちゃいますか。そうだね。皆さん、本当にこんな時だから、その皆さんが出てくれました。またなんかあれば、まあ、2回目がこのちょっとオフ会は、まあ、きっとない。年に一回あればラッキーぐらい。そうっすね。なんで各選手フォローしといてくれたら、なんかちょっとその情報が流れてくると思うんで。なんかね、子供の日の質問出てこないかね。だってもう子供の寝てるわ。もう子供たち寝てるっすよ、10時半って。ライブマークを押すと出るんだ。え？ライブマークって言った。ラインマークを押すと、あ、出てきた。1時間出ます。なんかじゃあ選手から聞きたい質問、選手から選手に質問してもらう？
今一人あのグッドマーク送ってく来てくれてんだけど。ああ、カンタやってんね、カンタ。カンタ来たね、カンタ。あ、でもほら、みんなこんな時出てくださったら楽しかったです。いや、何でもいいけど、とりあえず今日は本当、スーカムとオンカムの違いをみんなに分かっていただけただけで、俺はすごく嬉しいです。これ見てる人、今日これを見てる人にしか分からない。そうだよ。スーカムとオンカム。で、明日インスタライブとかやった時にさ、全然違う感じが見えるよね。全然、もう、全然違う。もうさ、こんなさ、ヘッドバンドとか1000円やろ。いやもうすもう寝る前でさ誰にも言ってないからそこスクショしてさなんかちょっと乗っけてほしいなファンの方ダメだってそういうのがないスーカムスーカムスーカムもこれからも喜ぶでさやばいよこの映画バドマガに出ちゃうかもしれないもんいや多分もう俺これつけるのないっすよだから本当スーカム特別っすよスーカム最初の最後だったから最初の最後よかったみんなに、ね、もう見てる人は数回も分かってくれたからな、うん、だって俺こんな画面見んかったの初めてぐらい画面見たら自分はそんな見てないよ、ね、ずーっとそれ見とったもんね、うん、数回も乗っけました乗っけちゃダメですよダメだよ乗っけちゃ特別な数回そこも70人限定だからじゃあ数回も本当に皆さんちゃんと覚えててもう忘れちゃダメ、スーカム。ほら、見て、カンタとかしっかり、スーカムさんつけてるから。名前になっちゃってますね、もう。スーカムさん。コウキなんか単独でインスタライブやってくれって書いてるよ。いや、俺がやったところで需要ないと、需要。なぜ需要。需要これ終わってさ、ちょっとみんなさ、各地でさ、インスタライブやってさ、ちょっとなんかやればいいじゃん。このことについてちょっとライブ。お、面白いね。見てない人どうする見てない人。振り返りね。見てない人。見てない人は見てないで、ただ勝手にそのことについて喋る。続編は個人でみたいな。そうそう。あれ鶴山さんからファンいただきました。ありがとうございます。鶴山さん。鶴山さん嬉しいです。いやでもな本当にねコロナが明けたらねみんなが試合してる姿見れるからねファンの人たちは逆に試合してる姿見えるけどこういうのはもう見れないそうだよねこの期間じゃないとマジでこの時間こんなもんこんなの見れるわけでみんなもこの時間疲れて寝ようとしてると確かにそうだよなで海外行ったらそんなやる時間ないしねうん本当本当そうですよね、なんか普通だったらね、もうこの時間もう暗くして、自分の時間に入ってるけどさ、もう明日もすることないっていうね。日々それの繰り返し、うん。だからなんかこの後も自分の個人的なインスタライブやってもいいかなって思う。後日談つって、先ほどのライブの反省会ですって。今までちょっとズームでちょっと賑やかでしたけど寂しくなってインスタライブ始めましたまあ有意義な時間になりましたねねえめちゃめちゃ面白かった脇休みでも一瞬で時間取ったじゃんもう2時間ぐらい多分やってるよ面白くて脇休みめっちゃ書いてし8時半から始まって10時半でしょそあっという間すぎる明日も5時間ぐらいやって全く喋ってねえけどそれがいいんだよ。それがいいの、それが。明日もやってほしいって。毎日開催したらやべえことになる、これ。本当にこ、こいつ。そうだよな。いやでも、もういい感じっすかね。ねえ、じゃあ一回こっち切ろうか。じゃあ皆さん、選手たちはこれで一回、いなくなります。ライブありがとうございました。ありがとうございました。皆さん、はい、写真撮るなら今ですよ。写真撮るなら3秒ぐらい待つんで。すごい。さよなら。スーカム。スーカムね。じゃあ皆さん、切りまーす。バイバイ、スーカムでーす。さよなら。